スコティッシュアビエーションは1935年から1977年にかけて活動したイギリスの航空機メーカーである。1977年に国策により他の3社と統合されブリティッシュエアロスペースとなったスコティッシュアビエーションの元本社工場建屋。現在はスピリットエアロシステムズのプレストウィック工場となっている。スコティッシュアビエーションは プレストウィック空港を拠点にフライトスクールを運営する会社として1935年に設立され1938年頃からは新社屋での航空機のメンテナンス事業も開始したこの本社工場はもともと1938年にグラスゴーで開かれた帝国博覧会のパビリオンとして建設されたものを博覧会後にプレストウィックに移設したもので現在も 工場として使用されている。第二次世界大戦中は他社製の軍用機の組み立てや保守などを行っており、例えばリベレーター爆撃機の修理や回収などを受け負っていた。戦後、1950年代から1960年代に、かけ、スコティッシュアビエーションは自社開発のエストール機としてパイオニア、及び発展型のツインパイオニアの製造を行った。 1964年から66年にかけて、スコティッシュアビエーションは、小型電気自動車スキャンプの開発を行った。計1 2台が製造され、1967年の日本市で展示されるなどしたが、バッテリーの信頼性が低かったことに加え、自動車としての設計にも問題があり、商業化は中止されている。1968年にビーグルエアクラフトが破綻した際には、 ビーグル社がスウェーデン空軍から注文を受けていた小型練習機 B125 ブルドックの製造権を引き継いで製造を始めた。この後同様に破綻したハンドレページ社が開発したターボプロップ小型旅客機 Z ストリームの製造ライセンスを購入し製造した。1977年にイギリス政府による航空機事業の統合及び国有化の方針により ブリティッシュエアクラフトコーポレーション、ホーカーシドレーアビエーション、ホーカーシドレーダイナミクスと共に統合されて、ブリティッシュエアロスペースとなった。ブリティッシュエアロスペースは1999年に、マルコーニーエレクトロニックシステムズと合併して、ベイシステムズとなったが、プレストウィックの元スコティッシュアビエーションの工場建屋は2006年に、ベイシステムズからアメリカの航空機部品メーカー、 部分品製造会社であるスピリットエアロシステムズに売却されている。ありがとうございます。